敵の対空ミサイルには気をつけろよ。ちゃんと防犯ブザー持ってきてるから大丈夫ですよ。ということでヘリは撃墜されました。しっかりと展示を全うできたのでよかったです。敵艦ドラーグの撃沈を確認で私言ってるけど、どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう、モダンウォーシップス。今回使っていく船はロシアの巡洋艦バヤーグです。今回はこのバヤーグを対艦火力意識の編成でプレイしていきます。火力がないと言われがちのバヤーグをあえて対艦意識でプレイするわけだな。そういうことだね。わかりやすく言えば微糖の缶コーヒーに砂糖ドバドバ入れるみたいな。なんだその例え。まずミサイル枠には使いやすいミサイルの中で火力の高いナバルミサイルでいきます。そして四方は火力と使いやすさの両方の長所があるもなく、グレランは火力重視の A22 でいきます。この編成だけで対艦火力は十分にある感じだな。ここでさらに防空をドドドンと追加して対艦火力はバッチリだね。同じ武装にするからってカットの仕方が雑。あとは艦載ヘリをカモフにして今回の編成は完了です。では装備も整ったので実際にプレイしていきましょう。マップは緑の諸島、年納めにプレイするマップとしてはぴったりな景色ですね。全然そんな感じの雰囲気のマップじゃねえだろ。これ大晦日に撮影してるの？ちなみに編集も大晦日にやってます。他にやることないんか。いつも通りヘリでの索敵からやっていきます。もちろん火力の高いヘリだから初手の攻撃もついでにやっておくよ。早速最初の敵を見つけたな。まず最初の敵はアーセナルシップですね。機銃の届く距離まで近づいたら対艦攻撃開始。敵の対空ミサイルには気をつけろよ。ちゃんと防犯ブザー持ってきてるから大丈夫ですよ。ミサイルが防犯ブザーに釣られてどっか行くことなんてねえから。ここでフレアが尽きるまで攻撃し続けます。正確に言えばフレアを使い尽くして撃墜されるまでね。フレア使い切った時点で返してやれ。ブラック企業じゃねえんだから。マリサの今のブラック企業発言は共産主義の色と掛け合わせたギャグだね。色違くない？フレアはまだまだあるので全然攻撃続けられますね。これならミサイル全部使い切れるかもしれない。そしたらフレアが尽きるまで機銃攻撃できるね。ヘリの持ってる財産根こそぎ使い込もうとするな。敵の対空兵器がミサイルだけなのでフレアさえあれば全くダメージにならないから強いですね。その割にはそろそろ撃墜されそうなんですけど。これ多分バグだから気にしないで。んなわけあるか。ということでヘリは撃墜されました。しっかりと展示を全うできたのでよかったです。あそこまで酷使されて挙句に撃墜されたのであれば長生きできた感じないと思う。ヘリも撃墜されたことですし本体を動かします。客観的に見てると社員を告知するブラック社長。先ほど狙っていたアーセナルシップは味方が撃沈してくれたので私は別の敵艦を攻撃します。敵艦バヤーグの撃沈を確認で私生きてるけど。お前じゃねえよ。これで左側の全ての敵は片付いた感じだね。敵の片側が落ちた戦況は戦いやすいな。さらにこちら側には味方が固まっているからね。となると今から順次敵を撃破する感じにできるわけだな。敵陣の真ん中にある空母を狙うために移動していたところ右側に配置されていた敵からの攻撃が来ました。敵艦はミサイル火力の高い足柄だな。だけどこっちは防御力の高いバヤーグ。船の持つ性能としては結構いい勝負になりそう。まさにここ盾の戦い方って感じだね。逆だろ。こちらの防空のガルパンは近接火力も高いため戦闘距離的には私に有利かもしれないね。撃沈できたな。そしてすでに敵空母も味方が撃沈していますね。となると敵は右側に2対1隻だけだな。そして最後の生き残りであるゴルシコフを発見。ここからだと遠距離戦になるから少しやりにくいな。今回遠距離向きな武装はナバルミサイルだけだからね。ここで重要になってくるのは私のエイム力だとすると今から逆転負けの可能性もありえるな。この戦況で、そして最終的にはナバルミサイルが命中して無事撃沈。どうだったでしょう。対艦火力編成のバヤーグ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。